オッケーよ。はい、全員よろしいですか？はい。はい。では、クトゥルフ神話 TRPG 台風の目後半戦始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いよしろしくお願いしまます。す。では25日の、お昼前、渡辺さんの車に乗って全員は、自然公園内にあるニートン化学工業へと出発しました。ってところからですね。はい。ニートン化学工業は、自然公園内にあります。公園の中は台風による激しい風雨の影響であろう。見渡す限り人は見当たりません。側溝から溢れた水が地面を浸しており、道の一部はまるで川か池のようになっている場所もあるでしょう。あなたたちはそんな中を車で水をかき分けながら進んでいくことになります。コンクリート的の道が、化学工業までは伸びてますね。他にも案内板によれば、美術館だとか博物館だとかもありそうですが、そちらに今は用はないでしょ任しておけ。この車は4、4、4、4ブルだぞ。4ブルだとしても、ある程度水溜まってきたら進めなくなると思うけど、置いておいて。バシャバシャ言ってるすわいません。ね。バシャ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 、かこきれ分がけ言いなたがら。かった。はい、では、公園の入り口から続く道を案内板通りにしばらく運転していけば、ニートン化学工業の外観が木々の合間から見えてきます。その建造物の構造は非常に特徴的でして、円柱形であるようでした。そんな高層、非常に高い高層建築が森の中に立っているという異様な光景をあなたたちは目にすることになるでしょう。道はビル1階のエントランスの横通り過ぎて広めの駐車場まで続いてます。って感じですね。駐車場なのる一ほ部ど。も多分池になってますね。ありゃ。駐車できるところは普通に一応あるにはある。駐車場自体は結構広くて、車もそんなに多くない。この台風ですからね。それ全然止めれますよ。どうします？ダンちゃん、すぐ逃げられるように近くに置いときましょうよ。そうですね。一応じゃあ、建物の近くに車を置いときます。で、スペアキーを誰かに渡しておきます。多分別行動することが多いだろうから、くるみちゃんに渡しておきます。はーい。くるみちゃん運転できるのか。一応免許は持ってるわね。なるほどね。新宿にいるからあんまり使うことないけど。ペーパーだ、怖い。はい、では、川国と国の駐車場までは着きましたけど、どうします？さあ、どっちから行くんだったかしら？どっちから？あれか、普通に化学工業の中に行けばいいのかしらね。そうですね、正面入り口は普通に目の前にありますね。まずそこからでいいんじゃないかしら？そうですね、じゃあ行きますか。行きましょう。離れちゃダメよ。わかりました。具体的にどれぐらいの距離にいればいいでしょ半径30センチくらいかしら？う。だいぶ近いですね。きりやん。3メートルかと思いきや。直ですね。半径、1メートル以内にいてくれたらいいわよ。わかりました。それでもそこそこ近いですけど。いいじゃない。心の距離よ、近いのよ。心の距離1メートルはちょっと遠くないですか？あ、じゃあもう密着しちゃう？そうしますかって、じゃあ、カッパ着ながら、嵐の中、ちょっと腕く組んるみでちゃん歩にき密ま着す。しながら進むか。やっぱ歩きにくくないですか？ 確かに。中入ったらレインコート脱いだらね、ちょっと離れましょうね。ですね。全員で中入るってことでいいですかね。ではあなたたちはニートン化学工業のエントランスをくぐる。くぐったすぐそこに受付が設置されているのが分かりますね。ロビーのデザインは非常に近代的で、天井は2階までが吹き抜けとなっており、非常に広い空間になってます。研究所のロビーとしては非常に豪華な作りであり、会社の資金力がうかがえるでしょう。
ただし、ロビーの中に人は少なく、今のところは受付に座ってる女性が一人見えるぐらいですね。うんうん、はい、っていった感じです。なんか写真の背景と似てるわね。受付の人に、うん、社内見学しに来たって、うんうん、誰が行きます？言いに行くか、うん、まあ、このバラエティーに飛んだメンバーの誰が行くんだ。じゃあさかなクン、むーちゃん頑張ってお願いします。僕ですか。いややっぱ適任ですよ、うん、やっぱセリのね交渉とかしてるから交渉ごとはさかなクンに。まあ受付してるんだから大丈夫よ、誰が言ったって。そう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 。あ、ま、マイク設定が不安定なので僕ちょっとパスです。ま、マイク設定マイク。どうしたのかしら、ウオちゃん、ちょっと上言が大丈夫かい、なんか昨日と様子が違う気がするが。まあちょっと休ませた方がいいわね。なるほど、ごめんなさい。ほらじゃあまあ夏目ちゃん行きなさいよ。ほらまあ行くけど。妄想。あ、そうなんだ。夏目さんお願いします。はい、じゃあ行ってきます。すいません。あ、はい、今日ちょっと6人で、うん、まあ、ちょっと大勢かもしれないんですけど、うん、このニートン化学工業の社内見学のポスターを見かけまして。ああ、展示室のご見学ですか。あ、そうですね、ぜひちょっと見学したいなと思いまして。わかりました。じゃあ、こちらに、名前の記入お願いしますって感じで、じゃあこうクリップボードに挟まったこう紙の記入のやつ渡されますね。じゃあ一人一人ちょっと渡しながら、手渡ししながら名前を、はい、本名書きます。ロおーおー、私書かないわ。ロッシュに右打ちでつぼみって書きなさいっていう。、うん、これなんかフルネームで書くものじゃないんですか、どうしましょう。うん、じゃあ柳沢つぼみって書きなさい。ちょっと自分の痕跡残すやん。あらバレちゃった。柳沢つぼみ、はい、いましたよ。じゃあ君を書きます。じゃあ僕も音なし上と。あら、それ大丈夫なの。なんでですか、僕の義理のおじきですよ。大丈夫、あの人なら。どうしようかな。実は名前書くだけで悩みすぎだろ。、じゃあ大井田とおばって書いておきます。じゃあ江戸川コナンって書きたい。もうバレバレだろ。それはじゃあ淀川コナンにしときます。川の名前の問題なのか。いろいろ混じってる。ニックネーム書く時間ですか、これ。そうよ。ニックネーム、さかなくんで。本名一番決めっぽいけど本名。実は本名です。私は可愛い名前にしたいわね。夢のミルクとかにしようかしらね。はい、じゃああなたたちがそんな感じでワイワイ名前を書いてるのを苦笑しながら見てたスタッフが。苦笑されてる、うん、展示室の係の者が直に行きますので、何か質問とかがあればそちらの案内のものにお申し付けください。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。ではあちらの方へって感じで、ちょっとなんかエレベーター前のソファーみたいなところを、まあ、示されまして、まあ、ちょっと待ってるとスタッフがやってきますね。ほい、スタッフ。ニートスタッフ。ニートンです。こら。こら。自分の存在を作るんじゃない。ニートなのに働いてるなんて。はい。あれですね、見学の方ですね。はい、ご案内しますよ。はい、はい、と言ってエレベーターまで案内されますね。ホームホーム。
さてエリア探索者たちは、案内のスタッフに連れられてエレベーターで展示室まで向かうことになります。エレベーター内はドアの対面、反対側、扉じゃない側がガラス張りになってまして、その向こうには大きな庭園が広がっており、それはこのビルの中庭のようでした。庭園は1階にあるレストランのテラス席などにも使用されているようで、まあ現代的で、まあおしゃれたデザインですね。エレベーターが上昇していくにつれ、その中庭を俯瞰で望むことができます。どうやらこの中庭は円形をしているようでして、上を見ると地上の中庭、地上の中庭庭園から屋上までが吹き抜けとなっているようです。ですが、まあ、ここにも外と同じように台風の雨が降り注いでいまして、中庭は今結構なんかひどい状況にはなってますけど、あらかわいそうな中庭天井ないの悲しいな大変ね、チャプチャプしてるわねですね、ほら、あそことかちっちゃい池ありますけど、もう溢れて大変なことになってますね。ああ、もう鯉とか普通に住まわせられるんじゃないかしら。もう鯉とかいるんでしょうか。じゃあスタッフが、いやさすがに鯉はって、あらないの、飼った方がいいわよ。外につながってもいませんし。あ、そっか、生き物は結構管理大変ですからね。中庭ってその、はい、1階のフロアからつながって、そうですね、って感じですよね。1階のレストランからつながってる扉で中庭の中に入れて、オープンテラスみたいな感じで食事ができるようになってるんですけど、今は台風で大変なことになってます、うん、そこ以外に通路とかってありますか。通路、まあ、あるんじゃないですかね。反対側とかにも入り口はあると思いますよ。わかりました。ここ大丈夫ですか。こんなに水も溜まってるから、建築的な意味でなんか雨の排水とかそういう風なのってしっかりできるんですか。ああ、できますよ。大丈夫ですよ。できてなかったらここら辺も沈んでますからね。確かにそうね。すいません、はい、ここって何階建てなんですか。これだったら30階建てぐらいかな。じゃあ30階建てです。展望台はその最上階ですね。ああ、なるほど。ありがとうございます。はい。なんか見たいこと、調べたいこと、聞きたいこととかありますか？あとなんか気づくこととか。今エレベーター乗ってますよね。そうですね。エレベーターに乗って最上階までウィーンって上がってる途中です。エレベーターの天井とかって、に目星はできますか。それともなんかエレベーターの天井に目星、何を知りたいんですか。出れるかそこから。出れるかそこから。なんかまあ緊急用のハッチみたいなのあるんじゃない。ああ、目星振ってもいいよ。振るといいよ。え、ちょっとじゃあ試しに。はい、ちょっと運試し目星超初ダイス。あー、素晴らしい。じゃあまあなんかこう修理用、機上用のハッチはある、あっていいですし、はいはい、あとまあ目立たないようにはなってますが、まあ、監視カメラのようなものがついてることもわかるでしょう。はい、ああ、わかりました。そのエレベーターの階数って多分上に出てると思うんだけど、はい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 、地下ってあるのかしら。いいところに目をつけましたね。そうそう、ボタンの、エレベーターの壁に観覧図がついてまして、あ、ごめんなさい、ここ17階建てでした。あ、17階か、はい。17階が展示室、16階が会議室、15から9がオフィスで、8から3が研究室、2階1階がロビーレストランで、地下1階と地下2階が倉庫って書いてありますね。あら、地下1階と2階までしかないのね。そうですね、ボタンも1階2階までしかないですね。あら、そう、隠された場所があるかもしれないわよ。うんうん、他になければ到着しますね。なんかこの構造を見て気になることとかないですか。いや、あれよね、同じこと考えてるよな。考えてる。樫田の研究ノートに書いてあった32年10月15日のこの円柱のやつってニートン化学工業もしてるんじゃないかっていう。ああ、179m、17階だから、17階プラス2階、
うんうん、あと地下4階分も、地下3、4合わせて、まあ、21階、まあ、外から見た感じ大体高さはそんなもんだったような気もしますね。だから地下の部分は数えてないんじゃないかしら、これ。そう、地下、まあ、3、4含めて21階相当で179メートル、まあ、うん、いやこれ外側が179メートルだから、うん、地下はまた別換算じゃないかしら。あの天、うん、屋上って多分17階の上になるのかな。スタッフに聞いてます、 PL のあれ。あ、 PL できてます、うん、分かんないか、それはスタッフに聞いた方がいいか。こうして見るとその地下に台風の目があるみたいに見えるわね、この画像。そのパッと見、そのエレベーターのボタンの17の上に R ってありますか。 R はないですね。あ、ないんだ。屋上ちょっと22の数字が気になってて。ああ、そっか、下も入れたら今ちょうど21で、屋上があったら22なんだよね。うんうん、うん、そう思ったんだけど違うかな。違うかも。うん、なんなんやろうな、このこのさ、違うかな、この四角がエレベーターなんじゃない。あ、うん、四角、バキューム、バキューム四角に矢印。ああ、うん、エレベーターPL がお構いになってる。あ、今 PL 会話だったのね。うん、PL 会話よ。やだ。スタッフに聞かれちゃうから。やばいよ、やばいよ。そうね、確かに。これエレベーターに見えるわ。エレベーターなんじゃないかなって思う。ああ、わかるわ、なんか。ってことはやっぱ地下になんかあるね、これ。うんうん。うん。これめっちゃ台風の目に見える。違うかもしれないけど。そう、それさっき言ってて確かに目っぽい。そう。だお。179メートル。はい。よろしいです。かな。うん。他気づくこと。エレベーター全体に目星できます？何が知りたいですか？なんか違和感覚えることとかないかなとか。ああ、まあ振ってもいいですよ。はい。ダメね、私今日もダメかも、うんまあ、特になんもないですね。ないわ。ダン君も目星おります、違和感に対して。どうぞ。頼む、成功してくれ。シャー、ナイス。おそんなに祈るなら目星もうちょっと持ってくればいいのに。本当に、確かに。いや今回、はい、運が悪い気がして、うん、まあ、エレベーターは普通のエレベーターなんですけど、うん、まあなんかエレベーターの扉の前、扉の前というかボタンの前に立ってるスタッフがあなたたちの方をずっとニコ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 見てるなってぐらいですね。あら、ああ怖いな。やだ、そんな見つめないでよ。笑ってるスタッフに対して、何か意図や裏があるかどうかを確認するための心理学を振りたいです。はい、何パーセントですか？65です。そうですね、じゃあまあスタッフは基本的にこうニコニコ見てるだけなんですけど、時折なんかあなたたちの挙動を観察しているような雰囲気が混じることがある気がするとあなたは思うことでしょう。あ、これ、うん、あれだな、ロシちゃんにもしかしたら気づいてるのかもな。ロシを変装させるべきだった。といった間にエレベーターは展示室へと到着します。うんうんうん、このフロアは外に面している壁が一面ガラス張りになってまして、中庭も、ビルの周辺の、まあ、外ですね、中庭も外側も両方見渡せる展望フロアとして利用できるようです。また、このフロアには、もう一個と、入り口の隣に扉がありまして、スタッフはそっち見て、あ、こっちの先には、屋上庭園が存在してるんですけど、まあ、普段は開放してるんですが現在は台風の影響で閉鎖されてまして、屋上庭園の方のご案内はまた別の機会がありましたらということで言われます。そうか、屋上庭園もあるのね。そうなんですよ。いや、有名なデザイナーに依頼して作ってもらったもので、
雑誌にも、記載されたことがあるんですよ。見たい、見たかったわ、残念。あ、まあ、ちょっとあいにくの天気ですからね。また、ね、天気が良い日に再び渡っててください。分かったわ、ありがとう。うん、年中無休でやってますので。すごいわね、年中無休でやってるなんて。いや、でもそこをなんとか、俺たちレインコートあるのでどうにかこうにか頼む、お願いします、5勝ですって土下座します。あの安全上の問題もありますので、強風の中屋上へお客様を出すわけにはいきませんって。お願いします。いや、あの そんな頭下げられてもお願いします。問題にスタッフさん、スタッフさん、はい、あのお手洗いはどちらかしら。あ、いや、お手洗いはそちらにありますよって、じゃあ奥の方を指しますね。じゃあちょっとお手洗い一人抜けます。はい、いってらっしゃい。これはど帰ってくるまで待ってた方がいいですか。いや、そのまま、あれ進めてもらって一人ちょっと抜けます。あ、はい、どれぐらいの時間抜けますか。どうしようかな。多分あの泣きさん視点からこっちの状況わかんないから、うん、どれぐらいで帰ってくるかはこの時点で決めといてほしい。なるほど。とりあえず階段が、待って待って待って、ペースは 何したい感じですか。あ、階段の確保、通路確保をしたいなと思ってて。あ、階段を確認して、はいはい、あの上にも行けるか。そうですね、エレベーター以外の。ああ、なるほどなるほど、トイレっていう名目で、はい、まあ、エレベーターの隣に普通にしたい階段はありますね。ふん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 。今って何階にいるんでしたっけ。今10何階だっけ。8階だったかな。17だったか8だったか。ちょっと上に行ってきてもいいですか。上の階段、ここが最上階ですね。あ、展望ってそこから上じゃないんですね。展望台はそこから上なんですけど、その扉は今閉め切られてる。あ、このエレベーターの隣に展望台行きみたいな扉があるんですけど、現在台風だから締め切られてて、ここから先は行けませんよって。今の部屋の外にある。今の部屋の外というか、エレベーターの隣にある。で、反対側の隣に下へ続く階段がある。今いるところから、みんなから離れたら見えない。みんなから離れたら見えない。何が。私がもしその扉を、うん、開くかどうかを確認しに行くことは見えますか。うん、まあできると思いますよ。この後5人が、あの待たなくていいから、このフロア回りますって言ったら、きっと周りで始めるんで。はいはいはい。じゃあ扉の、が開いてるか確認しに行きます。じゃあ残った5人が、待ちますかってスタッフに確認されますけど。いや、先行ってて。すごい着くわ。まあ5分ぐらいで戻ってくるでしょ、うん、行きましょう。あ、どうですか、じゃあ先に案内しますねって感じで、じゃあ展示室の奥の方にさささって5人は移動しました。はい。で、泣きさんは5人が移動したのをこう通路の影から頭ひょこっと覗かせて見てることでいいですか。はい。よし行ったな、よし行ったなってなって、扉のドアノブが、はいはい、こう回るかどうかだけ、はい、はい、まあ鍵かかってますね、当たり前ですけど。わかりました。じゃあちょっとトイレに多分3分くらい行って帰ってくる。本当にトイレには行く。行っといて、ちゃんと痕跡を残してから行きます。はい、誰が調べるんだその痕跡。確かに。はい、じゃあまあすぐに泣きさんも合流することでしょう。すいません、お待たせしました。あ、いえいえ、これから案内始めるところだったので大丈夫ですよ。この展示室なんですけど、2つのフロアに分かれているようです。1つは、ニートン化学工業の技術とか経歴実績とかを説明しているフロア、もう1つは科学博物館にあるみたいな大掛かりな実験装置で、こう科学物理とかを説明するみたいな、そんな展示が並んでいるフロアですね。まあ、なんか夏休みで自由研究とかに生えそうな感じです。うんうんうん。どっちから行きます。経歴の方からで。これ分かれて探索した方が良くないですか。え、そう、分かれてもいいけど、1人しかスタッフいないんじゃないの。え、なんかでも経歴調べるだけとかだ、経歴っていうか歴史調べるだけとかだったら、別にスタッフさんいなくても。あ、スタッフが説明してくれるんじゃないのね、そばにいて。あ、スタッフ、まあいたら説明してくれるとは思いますけど、うんうんうん、ああ一緒の方がいい。まあ情報的には一緒ですね、まあ、言ってしまえば、うんうん、
書いてあることを読み上げるだけなんで、スタッフ的にも。そっか。あ、じゃあまあさらっと分けてこう時間あんまかかんないようにする、した方がいい気がする。そうね。はい、じゃあどういう風に分かれますか。まあ、でもどうせ両方見るんじゃない、これって。そうよね。え、片方しか見ないってこと、分かれるって。いや、全部見学するわよね普通はね。いや、あの、分かれたら分かれて、あの、情報後で、一個にまとめるってしたら、あの、時間の減りみたいなも半分にならないかなって。ああ、まあ、なるかもしれないけど、展示室の見方ではない。うん、私、あの、スタッフ挙動確認されてるから、ちょっとしんがられるんじゃないかしら。あんまり怪しいことしない方がいいのかな、じゃあ、うん、一緒に、うん、行こっか。うん、はい、どっちから行きます。経歴実績とかかしら。別にいらんくない、いらんかしら、経歴実績。全部知っといた方がいいわよ。もう知れる情報知った方がいい、うん、いらんことはないわよ。いらん情報は出てこないわ。いらんくない。あ、じゃあいらんことはないと思うけど、うん、なんかその科学実験物理の法則みたいなさ、まあ、そっちがもう本命だから後にしないっていうことなんだけど。いらんのじゃあ。ほんと。え、いやけどな、だって歴史知ったところでそういう情報って出てこんと思うけどな。まあ、確かにね。まあそうかもしれんけどさ。隠すやろ。そんな悩むところかって感じの話になってますけど。隠すやろそんな。こんだけ悩んでればそれはもう泣きさんも追いつきますね。うんうんうん。じゃあらどうしたの？まだ入り口でもたもたしてますね。じゃあ、ちょ待ってください、待ってください。ちょっと待ってもらっていいですか？これすいません、すごいメタ読みなん、メタ的なことなんですよ。これあのリアル会話でなんか時間経過とかってある感じですか？あんま PL 会話はないですよ。 PL 会話はない、うん、ちょっと PL 会話発散的ですか。あ、今の PL 会話じゃないんだ。どうぞ。石橋は叩いていくスタイルですね、うん、はい。ずっと私 PL 会話してると思ってた。なんか普通にここは回っちゃっていいと思ってる。いや、回って感じにしてもいい、ま、回るんだったら、あの、分けないかっていう風な提案に対して、うん、あの、別にあの1個だけでいいんじゃないかっていう今、うん、あの案が出てるので、うん、分けるはだってその展示室の見方じゃないやんっていう話になって、じゃあ全員で1個ずつ見るかやったら削るか削らんかの話じゃない、うん、いやでもそれだったらあの分けた方が、あの展示室の見方じゃないかもしれんけれども、情報的には、うん、でもそのスタッフはその様子を伺ってるみたいな感じ、挙動とか伺ってるっていう感じやったから、こう怪しまれへんようにした方がいいんちゃうっていう感じじゃない、うん、まあ、そもそもロシュを肉眼で確認されてて、うん、そもそも私たちのその不審がってる状態ですよ、うん、だから別々そのわざわざスタッフの目から外れるようなことをすれば逆にもっと怪しまれるんじゃない、うんうん、っていうので、うん、全員でそのスタッフの説明を聞くんじゃないのっていうところからっていうことを言ったんだけど、うん、そのわざわざニートンの歴史経歴みたいな聞かんでよくないみたいな。あ、もちろん分断しても全然いいですよ、うん、あ、分かったな、まあ、できんことはないけど、じゃあ、展示室の見方じゃなくてはキーパーのツッコミなんで、うんうん、じゃあ、スタッフって今一人なのよね。そうですね、一人ですね。あなたたちをニコニコしながら見てますよ。じゃあ私私っていうか、まあ、くるみちゃんがこう、私経営とかやってるからこういう歴史とか気になるわとか言って引き止めようか、うん、で他の人たちでもう一箇所行ってもらうとか、分けてどこまでの時間短縮になるかにもよるけどな。
結局そんな大差ないんやったら別に分ける必要もないと思うし、うん、ここで分けんかったから致命傷はないと思う。そう、それはそう。だからでも情報はでも私は聞きたいよ、どっちもね。そのいらんくないっていうのはあるかもしれないけど。じゃあ優先度高い方に一回行って、うん、先、うんうん、そうね、うん、先にじゃあその物理科学、うん、そこで明らかに重要やろみたいなのが出たらそれだけでいいと思うし。ああ、うん、俺はでも石橋叩いて渡りたいな。じゃあせめて24かな、うん、やれることは全部やるわ、まあ間違いではないと思う。まあ間違いじゃないから、うん、そう、私はだから情報は聞きたいから、うん、どっちも。まあ分断は利点メリットがある分デメリットもあるということは一応覚えておいてくださいね、うん、そうやな。合流するのもねできるか分かんないしね、本拠地だし。やるんだったら、オールマイティに長けてる人2人と4の方がいいと思ってる。ああそうね、あうん、そう、ロシュの方を3にするとロシュが自動的に1抜けで2、3になる可能性があるから、うんうんうん、そう、ロシュの方は4っていいと思うんだよね、うん、ってやった時にだよ。どうだ、これは今何も関係ない話なんですけど、うん、はい、何も関係ありませんよ。はい、ロシュの鍵って、ロシュの鍵じゃない、もらった鍵って今誰持ってましたっけ。は、まあ、夏目です。夏目がそのまま持ってるのか。持ってます。わかりました。いや何も関係もないんで大丈夫です。まあみんな、みんな鍵の場所知ってるから、ロシュの方には行こうと思ってるから、うんうん、夏目くるみちゃんはロシュの方にいた方がいいと思うね、うん、結局分断しますか。いや本当にどっちでも大丈夫ですよ。私は一緒でいいと思うんだけどね。いい、まあ、でも別れたい。でも大丈夫だけど PL 内では一緒は統一はしてほしい。そうだよね。うん、そうで一緒にしましょうか。じゃあ分かれ復讐、分かれたい。でも結局私も別行動派なんだけど。あ、そうなんだ、うん、あ、そうなんだ。もう別行動派2人だけ離れても全然問題はありませんよ。うんうんうん、まあそれでいいんじゃない。そうね、じゃあ椿ちゃんとダンちゃんだけ別にする、うん、そうしようか、うん、じゃあ、うん、ごめんなさい。高野くんはどうします。まあその4人の方にで大丈夫です、うん、はい、わかりました。ではそれぞれどこへ行きますか。じゃあ僕、そのいやでも僕あれか、あの物理、そうよね。本当ね。物理学持ってる人いますか。物理学私32しか持ってないわよ。ないよ。物理学はないです。ないよ。そう、 ありますあります。お、いいわね。71もある。うおちゃんいっぱいあるわ。ありますね。じゃあ僕歴史の方行ってみたいです。いや、でもどっちだ、まあ、ただあの4人の方が物理になりそうな気はしてたんだけど違うのかしら。なんかそんな感じ、うん、僕歴史の方とか知りたいなっていう、うん、あれだったから、うんうん、あ、私は武道祭ついてくよ、うん、あ、じゃあ僕物理の方行っていいっすか。ぜひ行くの。こういうこと。ああいやいやいや、あの、いや歴史の方行きます、歴史の方。はいはいはい、では、ではトイレから合流してきた、なきさんと渡辺君は、経営実績の方に進んでいきまして、はい、こっち4人はなんか面白そうな物理研究、物理科学実験みたいな方へ行きました。じゃあ2人の方から始めようかな。ちなみにスタッフはこっちについていきます。はい。なんでよ。やばくない。来るんじゃないわよ。シシ。はい、はい、じゃあ2人の方からやりましょうか。はい。さて、では2人で、そうですね、経歴年表の展示室とかを順番に端から見て回ることになるでしょう。
それを見ていけば、ニートン化学工業が非常に長い歴史を持つ企業であり、実績も多岐にわたるということがわかります。一つ一つの内容がそれぞれ非常に細かく書かれており、まあ、全てを見ようと思えばかなり時間がかかりそうだなってことが思うでしょう。図書館の判定に成功すれば時間をかけずに情報を得ることができます。失敗したら結構かかります。図書館を振ってください。振ります。あ、またピチさん。はい、図書館、あ、いや図書館あるよ。ああよかった。あるけど65だよ。成功しろ。はい、あ、はい。あ、どっちも。はいはいはい。え、何、まあどっちか成功すれば大丈夫ですけど、ああ、ピッカルするかもしれないし。やだ。やなら別にいいですけど。今日の怯えっぷりどうした。今日やばいわよ。もういや、俺はダイスを信じる。いけ、図書館だ。振ってこその醍醐味じゃん。わー、すごい、すげえ。いいの、ここで出して。やるじゃない。いない、今いないんだったわ私。もうやだ。早い早い、挫折が。いや、まだ始まって1時間も経ってないんだけど。はい、ではその年表を順番に見ていってますと、はい、2017年の欄に、アルベル計画という文字を発見します。ほう。なんですけど、その内容は非常に簡素なものでして、アルベール土星探査計画に参加、タイタン社に部品を提供とあるだけです。明らかに他の内容に比べて情報量が少ないなと思ったことでしょう。またクリティカルしたんで、これは結構早い段階で調べることができましたね。よし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 。はい、ここら辺で得られる情報ってもこんな感じですかね。そうですね、スタッフもついてきてないし、まあ、あとは普通にいかにニートン化学工業がすごい企業かがもうめっちゃわかりますね。いや、先端科学結構やってんだな。タイタン社に協力したでしたっけ。そうですね、アルベール土星探査計画に参加して、タイタン社に部品を、この会社からタイタン社に部品を提供したがあるんですが、他の項目は非常に細かくビニールサイン入り、いかにこの企業がすごいかめっちゃ書いてあるのに、これは本当にその1行しか書いてないってことに、なんか微妙な違和感を感じることでしょう。これはスタッフに聞いた方がいいかもしれないようだね。スタッフは気づいたらいない。おそらく向こうについてったんでしょうね。よし、じゃあスタッフさんを捕まえに向こうと合流するのは自然な流れかもな。はい、出しましょう。すごい今日ドギマギしてるわね。なんかおかしいよな、あの人。不審がられるぞ。ごめんなさい。一方その頃、実験装置などが並んでる方、実験展示の、コーナーにはいろんな展示が並んでます。小さな科学博物館程度では軽く上回るのではないかというほどの展示規模でして、しかも現在は貸し切り状態です。好きに遊べますね。あら、やった。散らかそう。散らかしはしないで。なんか楽しそうなやつないかしら。楽しそうなやつ、はい、じゃあ楽しそうなやつないかなと探してますと、一つ興味深い展示を、実験展示を見つけます。その展示のタイトルは、エアコンの仕組みを学ぼう、断熱膨張と断熱圧縮といったものでした。密閉されたガラス容器の中に、綿のようなものが入ってまして、装置に設置されているボタンを押せば、その綿が入っているガラス容器の中の空気を圧縮するように、ゴム栓がピストンによって押し込まれる、といった実験装置ですね。押してみます。ボタン押します。ポチッとだ。ポチッと押しますと、こうウィーンって感じでピストンが押し込まれていきまして、すると、綿は一切誰も触れていないにもかかわらず突然容器の中で燃え始めます。あら、すごい。はい、まあ、物理学とか知ってればまあ分かるかもしれないですが、まあ、下に普通に説明が書いてあります。これが断熱圧縮という現象であると説明がされてますね。空気というものは圧縮されれば圧縮されるほど温度が上昇します。そのため試験管内という密閉状態で圧縮すると、綿が発火するほどの温度にまで空気の温度が上昇します。エネルギー保存の法則から、圧縮した際に加えられた仕事の圧力エネルギーが熱エネルギーに変換されるためとありますね。
この、圧縮されれば温度が上昇するというのが断熱圧縮と呼ばれる現象でして、まあ、逆に空気を引き伸ばせば温度は低下していきます、こっちが断熱膨張と呼ばれる現象、エアコンはこの仕組みを応用して、空気の温度調整を行っているって書いてありますね。へえ、エアコンってハイテクなのね。うん、これ私も知ってますよって感じで、じゃあロシが横からひょこって顔出しまして、これあれですね、待機シャトルが、待機シャトルじゃない、シャトルが大気圏突入の際に熱を持つのと、同様の仕組みですね。うんうんうん、大気圏突入した時にこう宇宙船が燃え上がるみたいなのは、よく知られてると思うんですけど、うんうん、まあ、摩擦熱みたいなことを言ってる人もいるんですけど、まあそれも間違いじゃないんですけど、実際のところは、断熱圧縮による温度上昇が大きいんですよ。あら、そうなの、詳しいわね、ロシちゃん。そうなんです、こう大気圏突入した時にシャトルが空気をギューって押しつぶしちゃうからボーって燃えるんです。うんうん、へえ、詳しいね。ちょっとね、ちょっとね、そこら辺はまあちょっと本で勉強したことがあるんで、うんうん、偉いわね。うんって感じで、じゃあこうちょっと鼻が膨らんでます。うん、だからあっちにも面白そうな実験装置ありますよって感じで、こうロシアもあっち行ったりこっち行ったりするんですけど、1メートル以上離れられないから、こうくるみの手を掴んで引っ張ってきます。うん、あら、なになに、面白そうねって言ってついてきます。はい、というような状況ですね。とりあえずは何かしたいこと、やりたいこととかありますか？他になんか気になるやつがあるかどうか、目星。例えばどんなことが知りたいですか？うーん、シナリオ上出すのは出ました。今ニートンスタッフってどこ見てんのかしら。あ、ニートンスタッフに対して、なんかその社員証というか、なんか怪しそうなとこがあるかなみたいな。なるほど。まあなんだ、目星かな。目星ですかね。はい。おお。うんうん。はい。じゃあどうしようかな。じゃあ社員証にはだな、じゃあ海田モブジローって書いてありまして、うんうん、まああなたたちの様子をニコニコ見てる感じですね。ただまあ夏目はわかるか、目星成功したんだったら、このスタッフが片耳に、はい、イヤホンじゃなくて、なんて言うんだっけ、インマイク、なんて言えばいいかな、インカム、そうそうそう、インカムつけてることがわかるでしょう。なるほど、インカムつけてるのね。なるほど。ってことはこの人たちは通信が使えるってことでいいの？知ってるってことだな。うん、ちょっとじゃあ今パッと携帯見て電波があるかどうか、あ、県外ですね。あ、県外か。うん、うん、そういえばそれ普通にスタッフに使えてるのって聞けばいいんじゃないのかしら。ああ、聞いてみるか。うん、だって県外じゃないみたいな。すみません。あ、はい、何ですか、何かご質問でも。ここ最近その台風が発生してから、携帯に電波が入らないんですけど、そのインカムって使えてるんですか？ああ、いや、これはまあ今は使えてませんね。まあ何でしょう、習慣というかつける決まりなんですよ。ああ、まあ、いざ使えるときは使えますもんね。まあ決まりみたいで、規則みたいなものですね。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ使えるわけじゃないのかっていう嘘かもしれんけどな。まあ、じゃあそれに対して嘘をついてるかどうか心理学を取ります。はい、はい、いくつですか？心理学は51です。51、嘘つけこの野郎って思いました。おお、おい、やれ安定。いいね。もうやり取りをしている。やってますね。やってますね。
動いてるんやろうな。いや、よかった。はい。といったところで、じゃあ、渡辺と泣きも向こうからやってくるかな。結構回、だいぶ結構回りましたね。半分ぐらい回ったかなってところで。ただいま。あら、おかえり。面白いわよ、ここ。本当に？うんうん。お、なんかいろいろと興味深いものがあるな。うん、そうですね。これ物理学とかの実験装置結構面白いですね。ああ、端から順番にボタンを押していきたくなりますよ。確かにね、面白そうだよね。こっちもね、ちょっと面白いことがね、分かってね。そうなんですか？そう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 。あ、そうだそう。スタッフさんに聞こうと思ってたんだよ。うん、あ、スタッフさん、はい。あ、ごめんなさいね。向こうの方の展示室、まあ、見せていただいたんですけどね。うんうん、あの2017年、そのなんか、なんでしたっけ、アルフォート計画、アルベール計画です。あ、アルベール計画か。はははなんかそのアルファート計画っていうところを見たんですけども、なんかあそこのとこだけなんかめっちゃ他の項目よりもなんか少ないなって、なんかいろいろはなんか文字書かれてる文字とかが少ないなって思ったんですよ。あれなんかあんまり なんかあれなんですか、なんかあんまり面白くない結果やったんですか。ああ、いや、あの資料もちょっと私が作ったものじゃないので、あんまりちょっと私は詳しくは分かりませんね。申し訳ないです。心理学振ります。はい、何パーセントですか。65です。65失敗しょ。どこ置け、お前なんか知ってんだろうって思いました。あ、成功してる。ほんまですの、社員さんちゃいますの、スタッフさんやったらなんか知ってんちゃいますの、ほんと教えてくださいよ。僕も物理学者なんで。あ、まあこっちの方の実験装置は詳しいんですけど、まあ経歴の方は結構私が入社する前からありますからね。嘘、教えてくれてもええやないですか。僕物理学者なんでって言って信用。あ、いや、それ言われても困ります、お客さん困りますよ。信用は自動失敗しますね。うん、ああ、なるほど。クリティカルしても教えてくれないでしょう、何も。なるほどなるほど。まあまあ、そんなね、はい、無理して聞くことないじゃない。そうですか。いや、めっちゃ気になるんやけどな。うん、いや、なんかめっちゃ気になるん、そのアルファート計画。といったところで唐突に今まで窓を叩き続けていた雨音や風がふたりと止むでしょう。窓の外を見れば、一望していた公園が唐突に日の光に照らされている。台風の目に入ったのだと、あなたたちはそう思うでしょう。何かしますか？ガラス張りのところから上を見ようかしらね。はい。では、上を見上げると、いつものごとく、土星が浮かんでますね。まあ見ましょうかね。はい、何を見ますか。あ、いや、違う、あ、違わねえな。あ、何を見ますか。そのキロメートル、うん、どうぞ。目星、キロメートルって見たことありましたっけ、くるみちゃん。私ないね、まだね。あ、じゃあ目星必要ですね。えい、あ、よかった。結構、では、そこに書いてある距離は、703,800km。 五円玉で言うと、3.2cm ぐらいですね、現状。あら、近いわ。見るからにかなり大きくなっていることがわかるでしょう。他の人たちはどうしますか。今スタッフさん何されてますか。目星どうぞ。目星振らされるのか。よし、行きます。はいはい、成功。では一旦保留します。他の人。ねえ、まあ一
一応確認しとくか。あの22って数字が書いてあったところ。はい、ではくるみちゃんと一緒に土星見に行くってことですね。はい、夏目くんは見たことありましたっけ、22って数字。22じゃん、全部私だったかな、出ないかな、うん、オッケー。じゃあ目星が必要ですね。目星、目星、目星は80。おお、さあどこに書いてあるか見つかんないですね。まあくるみちゃんの近くにロシュがいるだろうから、僕エレベーターの方に向かって、エレベーターが あのいつでもエレベーターに入れる状態を確保しておきたいです。いきなり。いやもうなんか土星怖くてもう早く帰りたいみたいな。土星見てないのに。いやこれなんか外土星やんみたいな感じでもう帰りたいって感じになってると思います、はい、じゃあ渡辺はおもむろにエレベーターの方向にいきなり走り出しました。やだ怖い、もう土星やだ、また土星やろ、土星。あ、まあ、違う、はい。では12月の末ぐらいの寒さになったところで、高野くんはどうしますか。あれ、これ今残ってるのって、うおちゃんだけ、ね、まだ見てないのって、あ、自分だけですか、ね、そうね、行動してないのはさかなくんだけですね。あ、どうしよう、雨が止んでくるみちゃんと夏目くんは窓の方へ行って、あ、ロシちゃんも多分、渡辺さんはなぜかいきなりエレベーターの方に走り出して、まあ、椿さんは近くにいるって感じですね。あ、そこ数字見た方がいいですかね。皆さん任せます。お任せします。あの、見た方がいいと思えばあれだし、例えば他の人の様子が気になるならそれでもいいと思います。例えば、あ、ロシとか、あ、確かに人も確かにそうそうす、なんて言うんだ、女性がその肉眼でしか見れないっていうことがその、うん、はい、昨日分かったんで、それでその女性自体を、うん、なんだろう、本物の女性なのかじゃないですか、女性がなんか、はい、女性に変なとこがないかみたいな、その物理学か目星なのかどっちか、天文学かな、ああそうだか、天文学か、あ、天文学56だったんだよな、56だったら、まあまあまあいけるよ、まあ、いけそう、50%より上だぜ、うん、まあね、え、それがその数字を見るか、それを突然今やってみちゃうかを、うん、ね、どっちの方がいいかとかを、でも22ってずっと変わってないんだよね、まあそうですよね、でもそれがもし、まあ、今は変わってたらとかはありえないですかね、まあ、まあ、なきにしもあらずやけど、さかなクンがそこに注目したいかどうかで考えていいと思う、うんうん、どこ見ちゃうだろうっていう、そうそう、土星が気になる、そのスマホ壊れてるから土星気になるってのもわかるし、なんならその吹っ飛ばされてるからロシュの挙動が気になるのもあると思うし、ナキさんに言われてたから22が気になるってのもあると思うから、あ、ここどこを重きを置くかよ、うん、まあ、ありがとうございます、じゃあちょっと天文学を振っています。はい、どうぞ、行け、よいしょ、あー、高いわね、レベル、まあ、まあどう見ても土星だなって思いますね、うんうん、はい、さて、では保留していた椿さん、はい、ではですね、雨が止み、あなたと仲間がおのおのそんな感じの行動している中と、スタッフに注目したあなたはわかるでしょう、スタッフが何やら独り言を言っている、はあ、いや違うな、インカムで誰かと会話をしている、そう思ったすぐに次の瞬間には、スタッフは会話を切り上げ、ニコニコ笑顔で、どうしよう、渡辺がこの場にいないの困るんだよな、スタッフ一人しかいないんだよな、どうしようかな、ちょっと考えさせて、気にしたかったのに、気づいた時にはもう会話切り上げましたね、まあ渡辺はいいか、よし、まあ、ロシュの手を掴みます。いや、ロシュは多分くるみちゃんの近くにいるわよ、
そう。あ、読みの1メートル以内だ。そう、1メートル以内だから。そう、いやいや、大丈夫、全然いいや。あーあーあーってさらわれて一緒に窓まで行く。くるみちゃんが確保して、はい、ではですね、渡辺がどっか行ったので、渡辺以外の人たちにスタッフは声をかけてきます。ああ、どうしたのですか、皆さん、空を見上げて。ああ、いや、今、雨上がってませんでした？ああ、もう台風の目にでも入ったんですかね。何回台風の目来るのかしら、みたいなやり取りをしてるんですが、うん、スタッフの目は明らかにロシの方を向いてることがあなたたちには分かるでしょう。あのストフ、あのちょっと PL 発言していいですか。はい、どうぞ。今スワキが違和感をめちゃめちゃ感じているので、スタッフに、はい、あのみんなには悪いんだけど、ちょっと食いかかって大丈夫？食いかかって、あ、まあそれはスタッフに、おお、じゃあちょっとやりますね。はい、うん、じゃあスタッフが続いて、大変申し訳ございませんがみたいなことを言いかけてますけど、あ、スタッフさん、あの、はい、今一人でお話しされてましたよね、うん、あ、いや、そんなことはありませんよ。いえ、確実にお話しされていましたが、うん、そちらのイン、あの、どちらかとつながっているんでしょうか。私この情報知らないんであれですけど。え、いや、そんなことはありません、これは語りですから。さて、そんなことよりも、皆さん、大変申し訳ありませんが、本日は台風の影響で展示室の営業を終了することになってしまいました。また近くの駅も浸水被害に遭ってしまったということですので、外は非常に危険です。あ、よろしければ、ご同行願えませんか。応接室が空いてますので、台風が収まるまでそちらで避難いたしましょう。とニコニコ話しかけてきますね。ピッピッピッ PL 会議PL 会議しましょう。これ応接、うん、誘導されて、絶対誘導されてる、誘導されて、うん、絶対行かん方がいいよな、うん、そう、でも王子代と先に進めない感もある。うん、いや、あの戦闘になる気がするんだけど。あ、テトメトさん、テトメトさん、はい、あの僕、あのエレベーター行ったって言ったと思うんですよ、あれ、はい、あの、あのニュアンス的にはエレベーターを呼んどいて、うん、なんかいつでも帰れるような状況を、うん、ああ、でもまあ離れてるってことなのか。ちょっとそれでも離れてるってこと。そうですね、入り口から入り口に2つの入り口が、入り口って分かりにくいな、エレベーター降りて2つの展示スペースの入り口があって、その方、うん、そのうちの片方である実験施設の方に入って、まあ、真ん中ぐらい窓の近くまで来てますからね今。ああ、なるほどなるほど。で、ダン渡辺は今ちょっとその展示室からはちょっと飛び出して、展示室から飛び出してエレベーターの方へ一人で向かってます。もう廊下出て、そのシーンはまた後でやります。おお。で、椿は多分そのスタッフさんの方をずっと見てたので、うん、あの渡辺さんが出てったのは確認してると思います、うんうん、で今こう言われてるでしょ、うん、あ、違うな、これ営業終了することになりましたって言ってるから別にインカムで通信してることは言ってもいいな。まあいっか、黙ったな。そしたら、応じた方がいい、でも応じるほかないような感はある。そしたらまずダンさんが今なぜか出て行かれたので、ダンさんと相談していいですかって、あの、まず渡辺さんがどっか行ったか確認していいですかって切り出して、ああ、多分トイレに行ったと思うんで、そうですね、とりあえずそうですね、合流しましょうか、うん、ではまあ皆さんは一塊になって移動してもらえますか。そりゃそうでしょう。スタッフさん、まだ出てこないでください。合流するために行くんだから。スタッフさん、まだ出てこない。わかりましたと言って、ロッシュの前にこう縦になるような感じでちょっと歩こうと思います。はい、いや、もうとりあえずもう、うん、私と夏目ちゃんとロシちゃんもぴったりよ。はい、スタッフの誘導で一塊になってこのブースから出ることでしょう。はい、一方その頃、エレベーターのボタンを押しに行った渡辺さん、はい、あなたが、何を思ったのか
走っていきエレベーターのボタンを押そうとしてますと、いやいやいやもういやこのエレベーターって1個しかないんですよ、うん、この、はい、でも反対側とかにはまた別のあると思うんですけど、はいはい、でさっきこれから降りたんですよ。えっていうことはここの階にエレベーターがあるはずしかないんですけど、うん、いやなんか下から登ってきてますね現在。怖っ。やっぱりか。今7階8階ぐらいを上に登って7階8階ぐらいからまあ十何階とか登ってきてますけど、どうしますか。ここがそのニートン化学工業敵の本拠地っていう風なことも踏まえた上でなんか下から来てるっていう風なのを、はい、いやまあ別にここが目的地か分かりませんよ。エレベーターがただ下の方から上の方に移動してるだけなんでね。ロシュちゃんのこともあるので大きい声でいやーちょっと待って PL かーい。はーい回避。お僕ここであの大きい声でみんな罠やって言うかなと思った。叫ぶのがいいあれなのかなっていう風に。正直その上がってくるのを検知してそう言って罠やって言われてこっちが動揺してる時にそのスタッフ1人で対1,2,3,4,5,5 だから対応はできるけど、そう対応してる間に下からついちゃってって、うん、なるのか増援が来るか、うん、そうもしくは今出ようとしてるじゃん5人が、うん、で渡辺さんが奇襲をかけてその1人を抑えてから階段で降りるかどっちかじゃない。あごめんなさいもう一回言ってもらっていいですか。今の、ダンクが叫んでるパターンで、うん、こっちが、5対1で対応するか、うんうんうん、下から来ること、ただそれだと下から来る時の速度もしここに向かってきてるんだったらその速度が分かんないから、うんうんうん、間に合わない可能性がある。もう一個は私たちが今外に出てくるタイミングでダン君が奇襲をかけるスタッフ。ああそういうことか。そうで奇襲かけて説明してみんなで階段で降りるかじゃない。なるほどなるほど、そっか。どっちかだと思う。ただどっちにしろエレベーターの施錠をしてる暇があるかどうかにもよるし、うん、ダン君切り返して、うん、ニートンスタッフを恐ろしく早い死闘でそうとかってやりつつみんな逃げるぞーって階段、そうただ罠やって言った瞬間に多分即行動できるのはどっちかというとニートンスタッフな気がする。うん、うん、まああなたたちは一応一般人ですからね、うんうん、そう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 、まあ十分警戒はしてる気はするけどスタッフに対して、まあね、うん、ニットンスタッフ奇襲するはダン君の多分性格と判断によるから任せるけど、うん、そこからうまく連携を取れるかはもうダン君次第。そうよな、そう今一人行動したダン君次第、そう唯一知ってるからそのエレベーターが上がってきてるのは様子がおかしいのは多分みんな分かってきてると思うけど、うん、心理学としてはなんかそのエレベーターが上がってくる速度と むしろそれこそワンチャンカシッタさんとかいう可能性もなくはない。あいやないんじゃない、いやないかなカシダ、そう多分スタッフなんだけどそれが上がってくる速度も分かんないから、うん、でも考えてみたら、うん、そのこの展示施設内にニートンスタッフが1人おる、うん、でいわば挟み撃ちの形になるって考えたら、うん、うん、数は減らした方がいいのかなっていう感じも、うんうんうん、そのエレベーターで上がってくるのが必ずしも1人とは限らんし、実際にこう7人乗って上がれてるから、うん、そう結構乗ってきそうだよ、ね、そう少なくとも7人は、うん、そうしかもくるみ沢を入れて、そうよ、だから、うん、まあ10人ぐらいは全然入れる規模やね私3人分、まあ、
まあ余裕はあるよねってことで、そうそうそう、そうね、重量とかも考えて、そうそう、重機持ってたとしても、そうそう、この展望室までお客さんをピストンできるぐらいの大きさはありますからね、馬力はあるから、そう考えたら1人2人の話じゃないと思うのよ、うん、って考えたらニートンスタッフ、うん、戦うのは握手かなって思う、そう、戦うとしてもこのニートンスタッフ奇襲してからそのままトンズラっていう風に、うんうんうん、あの階段で他はほっとくぐらいじゃないとの方がいいかもしれないと思う、だからとりあえずあれよな、ロシをまず先に逃がすのを前提として、うんうんうん、このニートンスタッフをまずその状況に応じてやるかやらんか、エレベーターはもうほっとくぐらいの気持ちじゃないと、うん、いやてかエレベーターは監視カメラとかもあるからあんまいい手じゃないと思うので、うん、エレベーターの施錠は厳しいし、うん、回数バレると思うし、うんうん、止められたらしまいやからな、うん、降りてって、まあ 階, 段よね、階段が一番定石かな、うん、まあ降りるってなったらもうロシちゃんわたわたってするかもしれないから普通にお姫様抱っこでダダダダダって私は抱えてくれるよう、ね、におんぶして降りればいいからおんぶしてなだれるように降りるのが一番そう、ね、よし、だ転がってでも、じゃあダン君的には逃げるぞぐらいの掛け声かなって思うけど、逃げるぞ、ニートンスタッフを奇襲して、うん、でそこから一気に階段で話は追われてる、話は後や、階段で降りるぞって、うんうんうん、いう感じになるか、ピリピリしてるから察すると思うし、うんうんうん、そこは、はい、行動は決まりましたか？はい、はい、では渡辺さん、あなたはこの状況どのように行動しますか？ちなみに後ろから団体でみんなが来てるってことはあなたは知りません。冒険袋から日本刀を取り出して、はい、真剣ですか？みあの逆手に取って、はいはいはい、あのニートンスタッフに峰打ちを奇襲でやりたいです。それは渡辺的にはどういう考えで、というのもあのまだこの全員がフロア内にで喋ってると思ってフロア内に侵入して後ろから殴りかかろうとするって感じですか？ああ、団体、こいつらが全員団体になってあなたたちの方に向かってきているという情報をあなたは知らないので、知らないですよね、うん、どのように行動します？奇襲を行うにしてもどのように奇襲を行いますか？扉って引き戸ですか？展示室は多分なんか門みたいな、学園祭の門みたいな。ああ、じゃあ扉はないんだ。扉がない、そうそうそう、うんうんうん、ゲートだけみたいな。ああ、展示室なんでね、そもそもオープンルーム的な感じじゃない？うん、ああ壁だけあってだから覗き込めるみたいな。壁に沿って隠れるっていうのはできそうですか？何から隠れます？ニートンスタッフの視界から外れる、あ、まあ人の視界から外れるみたいな、まあ、トイレとかに隠れることはできると思いますよ。あ、それって通路上にある感じですか？エレベーターとブースとは関係ない。さっきまであれですね、あの椿さんが潜んでたところですね。あ、なるほど。か、まあヒーラーアドバイスするんだったら普通に戻ってきてなんか話しかけるつもりでみたいな。あ、でも日本刀ないよな。そっか、隠せてないの。どうします？どのように奇襲を行いますか？それによってね、成功率が結構変わってくるんで。袋に入れたままじゃダメなの？まあいいんじゃないですか、切り殺すつもりないなら。うん、あー、そっか、それでダメかしらね、うん、袋に、あ、じゃあ刀剣袋に入れた状態で、うん、会場に戻って、なるほど、戻りますか。あ、はい、うん、では
渡辺くん、まあ入り口付近ぐらいで合流しますね。すると、あなたに向かってスタッフは話しかけますね。あ、すいません、はい、今日の展示はこれで終了になってしまいまして、外も雨がひどいようですので一旦会議室の方に避難をお願いできますか。皆さんにも、そう言って移動してもらってる途中なんです。なるほど、わかりましたと言って日本刀を振ります。はい、判定どうぞ。はい、ペゴショナイス。はい、では不意打ちで回避はできなかったことにしましょう、うんうん、どんな感じで殴ります。あの顎あたりに思いっきり、はいはいはい、立ち上げる感じ。あ、そうですそうですそうです。じゃあ、じゃあ喋ってる途中のスタッフは顎かち上げられて舌噛んで後ろにぶっ倒れます。あら、あ、どうしたのダンちゃん。マジみんな、わ、まだだ、ま、だ今エレベーターで敵が向かっている、階段から降りるぞ。話、詳しい話は後だ。わかったわ。今連絡も取ってたみたいな行動してたから早く降りた方がいいかもしれない。そうね、怪しかったもの。はい、じゃあ一応あの社員証と印鑑だけパクります。お、いい、別に倒れてるだけで気絶とかはしてないんですけど、そこに近づいていくってことでよろしいですか。あら、あ、怖っ。具体的に言うと他5人は一目散に逃げ出すけど、あなただけここにしばらく残るということでよろしいですね。ダメです。逃げます。娘ちゃんロシから離れないでほしい。だから私はロシをもう抱えてるわよ。逃げます。ではあなたたちは一目散に階段から駆け下りていく。待ってください。あ、何ですか。戦闘じゃないや、こう、並び順を決めましょう。あ、まあそれはもうちょっと待ってください。あ、はい。では、それを見たスタッフが、ちょっと待ってね、どこ行ったかな。ちょっと待ってね、逃走ルートはどこだ。見たらもうただの犯罪者なんで。そうね、間違いない。営業妨害。あ、いや、では液晶を受けてひっくり返ってるスタッフは、一目散に逃げ出すあなたたちを見て、その背後から、すいません、呼吸を逃がしました、追ってください、開花に向かってますみたいなことを叫んでます。コキコキコキ、はい、まあ、インカムで応援を呼んでるんじゃないかなみたいなことを、まあ椿さんは思ってもいいでしょう、うんうん、じゃあスタッフは一旦退場。さてではあなたたちはどうしますか。もう車に向かって一直線で。今17階ですよね、うん、今17階ですね。で確定で下から上がってくる。で途中の階から来る可能性もあるっていうわけで順番を決めたい。今回全員デックスが早い。そうなのよ。右足が早い。普通に今多分血相変えてきた渡辺くんが一番前じゃない。そうね、ダンちゃんが先頭でいいんじゃないかしら。うん、これどういう状況ですか。なんかちゃん大丈夫は、君を守るための行動だから。私のため、私のせいで逃げることになったってことですか。違うのよ、なんかあのほら前言ってた追っかけだっけ、追っかけが来てんのよ。そうそう、あ、確かに同じ黒スーツでした。そうなのよ、だからちょっと気づきました。そう、逃げましょう逃げましょう。そうそうですね、これがジャパニーズ変態というやつらだから、ね、怖いわ。なるほど、そうだからこれは正当防衛だよ。私にしっかり捕まってね。そうなんですね、先制攻撃、なんか模造刀の先制攻撃だべって感じに見えたんですけど。なんか論破しそうね。よし、じゃあ模造刀じゃない森刀だ、うん、あ、そうでしたか、模擬刀の先制攻撃だべよね。さかなクンと椿の戦闘力がないから、うん、はい、じゃあこれ一番右が先頭だと思ってください。好きなように並べちゃってください。お、お、ロシも含めてな。うんうん、ロシは今くるみちゃん抱えてる、ね、抱えてるわ、じゃあくるみちゃんと同じ位置ということにしましょう。はい、はい、そのくるみちゃんがどこの位置にいるか分かんないのであれなんですけど、ダンちゃんがまずこうじゃない、先頭で渡辺、X 的に言うとこうだけどね。そうよね、うん、そうだね、X 中足の速さで言うと、でもね、足の速さで並べるとしんがりがどう考えても遅れるから。そうで12体の人たち置いてかれる、うん、
ので、うん、くるみちゃんかつしょってるんだよね。そうだから先が夏目ちゃんじゃないかしら。うん、夏目ちゃん同じよね。ロシもデックス12ありますよ。あ、うん、ロシも早いんだ。うん、まあこっち3人と同じ、そっち2人と同じぐらいのが2人ですね。デックス的には、足の速さ的には転ばれちゃたまったもんじゃないから。まあ背負っていってもいいですよ。背負うわよ。なるほどね。くるみちゃんとロシュの近くに夏目ちゃん置かなきゃいけないから、夏目ちゃんはその足も速いし、だから2番目夏目ちゃんでいいんじゃないかしらと思うんだけど。くるみちゃんアイディアどうぞ。アイディア、えアイディア、はい、成功よ。ではあなたはロシュを背負って階段を駆け下りるって感じですよね。ええ、なんか違和感がある。何かまではわからないが、軽いとか、めっちゃ軽いとか、うん、ひょい、あ、まあまあまあ、何かしらね、違和感って。あ、なんでしょうか。ゲーム的に言うとデックスが減ってないとか。ああ、まあ別にそこは気にしなくていい。あ、すいません。はい、まあ、違和感の正体はわからない。奇襲が来そう、うん、並び順的な話に戻るますけど、うん、背後からなんか、ね、背後から来るとは思うけど、夏目ちゃんを背後に持ってくるわけにいかんのよな。あ、中央にくるみちゃんだと思ってるんだよね。うんうんうん、そう、一番最後にいるのはちょっと違うと思うのよ。ロスちゃん抱えてるから危ないわ。そうそうそう、渡辺逆に最後にするとか。あ、夏目ってこと。夏目ちゃん先頭ってことね。かきもち前か。じゃあさかなくんかな。足遅いんじゃない、な、大丈夫かしら。あ、そっか。そうだね、だから普通にやるんだったらこうなんだけど。そうね、うん、まあ最後私が死ぬけど。これはこれ、そっか、一番足遅いのって椿ちゃんなんだっけ。そう、体力がないのも私。ちょっと、まあ、ウオちゃんと椿ちゃん逆にしない、うん、そうっすね、まあ、HP はそんな、あの、ね、応急手当持ちが一番後ろは怖いわ。あ、うん、そうですね、うん、そう思うわね。じゃあ魚ちゃん、魚くんにはもう草屋で、そう、草屋で対抗してもらって、うん、いや、草屋ボム。汚いヘンゼルとグレーテルなんよ。多分対人間なんで草屋多分効くわ、うん、効果忘れるかもしれない。やってもこう、やってもこうかな。効果こう、あー、やったら、うん、こうじゃないかな。 OK、 じゃあ、うん、これでいくか、これでいこう、うん、だってしょうがない。そう、後から追っかけてくるもあるとは思うけど、ほら前から多分来るから、うん、前の方が絶対来るから、うんうん、それでよろしいですね。はいはい、はい、はい、ではあなたたちは階段へと飛び込む。さてどこまで降りますか。おお、何階へ行きますか。車内フロアみたいなのありましたよね。ありましたね、覚えていますか。78とかですね。ここにはないよ。78とかだよね。あれだ、あの16階がにオフィスがあって、うん、あの会議室って言ってたわね。あ、そう、会議室って言ってた。そうで15からいくつだったかがなんかオフィスで、で8、何階から何階かが研究室って言ってたわね。そうそうそう、 78？ そう、78が確かそう、研究で、でそこから3階とかも研究室とか言ってた。3階までが、うんうん、従業員フロアとかじゃなかったっけ。え、そうだったかしら。 1,2 階ロビーやろ。アイディア振って思い出すことってできますか。おー、うん、まあ緊急事態だし、1人が半分で、1人食べるのは1人だけ。アイディア一番高い人。アイディアなんかアイディア65、アイディア70、85、あ、いけるんじゃない。いけ、ダンちゃん。あ、ごめんなさい、間違えた。あ、でも、あ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 、よかったわ。あ、間違えてよかった。間違えてよ。はい、こんな感じでした。ありがとうございます。あ、よかった。
ほら3階まで研究室よね。あ、がっつりかね、うん、でもこんな範囲広いってこと？いや多分今上がってきてるって言ってたから、うん、多分もうすでに乗ってる多分従業員の人たちが、あの9階から15階の人が上がっていってるって考えたら、この建物結構1フロアでかいですよ、うんうん、1フロアに5人10人しかいないなんてことはないぐらいでかいですよ、うん、いや1階まで降りるか地下まで降りるかとかな気がするんだけど、まあ、1階は固められてるでしょうね、うん、うん、そうか、研究室、研究室か倉庫か、いやまあなんか倉庫っぽい気はするんだけど、私は勝手にね B1 ぐらいまで行きたいかなって思ったりもする。34への階段があるはず。ただ出口、このまま階段でつながってますね、うん、だから B もう一気に階段で B3B4 まで降りるしかないんだけど、うん、降りるなら普通に2階1階の横の階段もう降りる、一緒に降りることになってますけど、なんてこったい。そりゃそうでしょう。エレベーターじゃなくて階段なんだから、地下まで行くならロビーとか通過していきますけど、行きます地下まで。あ、タイムタイムタイム。ちょっと、いやどうしよう、どの階にも絶対いっぱいいるじゃない、人いないとこなんて倉庫くらいだと思うのよやっぱり。さっき魚ちゃんが言ってた、ゴートちゃんが言ってた、おやきがあんのっていう、うん、はい、だからコキだからね。そうで、地下に絶対あの台風のでかい目があるってことだから、うん、多いですよね。それこそそのおやきがこのね画像でいう一番右のこのでかいくるくるのやつ、うん、ロシを近づけていいのかっていう、いや正直もうここの施設から脱出した方がいいと僕思う、うん、あれもあの合流場所のこともあるから、あ合流場所っていうかあのここに連れてこいって言われた場所のこともあるから、あそうね、うん、倉庫に行くか倉庫に行くか研究室に行くか、ここってなんか外から出れる階段とかってないですか？なかった階段はないですけど窓は山ほどありますよ。飛ぶのはよ、まあ外観見たら分かると思うんですけど、これ外周全部窓になってるんでこの建物。あってことはもう落下よ。落下はダメでしょ。まあどう考えても17階から落下すればまあ死ぬでしょうね。そりゃそうね。落下するにしてもここはきついかなと思うことでしょう。もっと低ければ分かりませんけどね。1、2階ですら天井高いよ。うん、まあ飛び降りるんだとしたら2階か3階とかってなってくるぐらいだけど、うん、ちょっと怪我させちゃうかもしれないわね、ロシちゃん。うん、まあ投破に成功すれば壁伝いで降りれますし、跳躍に成功すればダメージは半減しますよ。なんもない。なんもない。山登っときゃよかったな。そうね。そうだな。いや、やっぱどっかの階に行くのが基地じゃない？そうね。外には多分本当に出れない気がするのよね。固まってそうだから、うん、簡単に。あ、それか、うん、あのなんかどっかの階に。の監視カメラを使ってロシちゃんここにいるよイエーイみたいな感じのことして敵を一箇所に集めるみたいな。超リスクじゃん。まあでも敵がどこに向かってくるかが分かるからあれかなって思う。
まあ、でも階段で降りたことはまずバレている、うんうん、そうだから階段からエレベーターに乗ることは無理、そうそう階段から一緒か一緒かそこまで行く、まあ、そこまで行こっか、一緒降りましょう降りよどっちみち降りなきゃいけないからうん降りるわよ、まあ、確かに。ではあなたたちはもうなんかもう何も考えず一番下まで降りようとすることでしょう、うん、地上フロアも通り過ぎて一番下まで降りようと、全力で走り出す。では一旦ちょっと休憩挟みますか。はい、はい、はい、トイレ行ってきます。行ってきます。はい、PL 会議が増える増えるそうですね